四国は私今日実は昨日初めて入りまして、まあ、ご存知かもわかんないですけど、ハワイに恋してというテレビ番組を実は6年前に、ハワイにちょうどね遊びに行ってる時に、前 の、 あの、ハワイの州知事さん、アバクロンビーさんという方に、日本人観光客を増やしてくれということで、実は番組をそういうタイミングで作らせていただきました。でおかげさまで6年間あの今年の3月で一応番組終わったんですが、はいはい、それ以降ハワイのいろいろな企業さんから頼まれまして、うん、イベントをハワイを主にやっております。国内はねこういう鈴木さんや皆さんが頑張って盛り上げてらっしゃるので、はい、ちょっとまだ本当は告知をしてはいけないんですけど、ここ一番先に告知をしちゃおうかなと思ってまして。情報ですね。実は、今年予定ですよ、今年の11月2、3、4、日本、日テレ系で、2時間特番全国放送、ハワイのこれがマル秘ハワイスペシャル。ハワイのこれがマル秘スペシャル、わすごい。私が番組で 全島をこう回ってる中で、多分まだ皆さんが観光で行かれてないような素晴らしいところを紹介したいと。ネイバーアイランドみたいな感じですかね。そう、ネイバーアイランドもそうなんですけど、もうローカルもなかなか知らなかった、はい、というような素晴らしい、やっぱり大自然のハワイがまだたくさん残ってるんでね。そうですよね、うん、実はあの皆さん多分テレビで見られた方は分かると思うんですけど、テレビっていうのは放送しちゃいけないことがいっぱいありまして、実は我々もロケをいっぱいするんですけど、あのこれは放送をやめてくれということがいっぱいあるんです。あ、そうなんですか。わからないとこですね。わからないところ、だからそういう部分をちょっとスペシャルにしたいなと思ってます。